1000年に一人の美少女としてブレイクした橋本環奈16をめぐり18歳ヘアヌード極秘計画が進められているという。橋本は福岡県の地元アイドルユニット REV from DVL のメンバーですが、13年末にネットに掲載された1枚の写真が話題となり、天使すぎるアイドルとしてソロでの仕事が急増したんです。今やマクドナルドやソフトバンクなど大企業の CM を総なめにし、テレビ出演でも引っ張りだこの状態です。彼女の美貌がネット発で全国区になったのは14歳の頃。当時はまだ少女体型だったが、最近はバストの肥大が著しく白乳化の話題で持ちきりだという。橋本はあくまで処女性のある美少女キャラで仕事が増えたんです。しかし、おっぱいがみるみる急成長し、女の体に変身しているため、CM スポンサーたちもイメージが変わってしまうと、頭を悩ませているらしいのです。3サイズは公表されていないが、本誌推定では85センチ超との見方が有力だ。そんな彼女の1000年に一人のボディを狙う極秘計画とは。橋本は再来年の2月、18歳になる。その後、早い時期にヘアヌードを衝撃公開するという噂です。宮沢りえが18歳の時に出版したヘアヌード写真集「サンタ FE」を意識し、150万部超を目指す大型プロジェクトだそうです。すでに一部出版関係者や大物カメラマンらだけの間で、秘密裏に計画が進められているという。九州女の橋本は、実はイケイケな性格。今回のヘアヌード披露にも乗り気だと聞いています。このまま人気が持続すれば、十分可能性はありますね。橋本は、来年3月5日公開のセーラー服と期間中卒業で映画初主演を飾る。81年に薬師丸ひろ子が主演し、快感の名セリフで話題になった名作である。彼女も、官能的表情で快感というセリフを発する方向で調整中です。もちろん、セーラー服をはたけて、巨乳の一部を露出するようなセクシーシーンも織り込まれる予定で、それも脱清純派を図り、ヘアヌードにつなげる布石になるとか。プロフィール。橋本環奈、橋本環奈。愛称環奈。生年月日1999年2月3日。現年齢16歳。出身地福岡県。血液型 AB 型。身長 152cm。 活動。デビュー2009年。小学校3年生当時から、福岡の芸能事務所アクティブ博多に所属し、2009年から REV from DVL の前身にあたる福岡県のアイドルグループ DVL の一員として活動開始。日本マクドナルドのテレビコマーシャル起用などがあったほか、2011年には、是枝裕和監督映画「奇跡」に脇役出演。2013年の5月に、地元福岡の博多リバレインで開催されていたイベントに参加しており、そこで知名度急上昇のきっかけとなる奇跡の1枚にあたる写真が撮られることとなった。奇跡の1枚騒動。2013年11月の3日から4日にかけて、イベントで踊っている写真がインターネット掲示板2チャンネルや Twitter などで急速に拡散。この奇跡の1枚と言われた写真の拡散によって、可愛すぎるローカルアイドルや1000年に1人の逸材として注目を集める運びとなる。後者のキャッチフレーズの由来となったネイバールまとめの1000年に一人の逸材博多のローカルアイドルが可愛すぎるとネットで大騒ぎ、橋本環奈ちゃんが増というタイトルでまとめられた記事は、11月7日に閲覧回数55万回を超え、所属事務所アクティブ博多の公式ウェブサイトのサーバーはアクセス型で一時的にダウン。 NHK の深夜ニュース番組ニュースウェブ内のコーナーにあたり、ツイッター上で言及が急増した事物が紹介されるつぶやきビッグデータや、検索エンジン Google の検索回数を示す Google トレンドの急上昇ランキングにも登場。さらには中国のネット利用者にまで広がりを見せた。グッドモーニング、テレビ朝日系や目覚ましテレビなどの情報番組にも取り上げられ、所属事務所によれば、このネットで話題の状況を受けて、テレビコマーシャル出演や取材のオファーが殺到する事態となった。奇跡の1枚騒動後、2014年からディスカバリーエンターテインメントとの業務提携を開始。1月発売のファッション雑誌「アンアンナンバー1891」の表紙に単独で登場し、モーニング娘。14や乃木坂46などのアイドルグループとともに特集の対象となる。2月放送の日本テレビ系のテレビ番組「行列のできる法律相談所」でバラエティ番組に初出演。3月までに大手6社のテレビコマーシャル起用が決定。4月発売のファッション雑誌「ポップ10」5月号でも初登場にして、単独で表紙を飾り、紙面で5ページにわたる特集を受けた。同時期発売、週刊ヤングマガジンでも、表紙と関東グラビアに登場、自身初となるグラビア活動を披露。第一交渉の通信カラオケ DAM チャンネルの MC 司会に起用され、キャリーパニュパニュの後任にあたる歴代最年少の11代目 MC として同時期から司会活動を展開。6月発表の日経エンタテインメント選定2014年上半期ヒットランキングにて、人物としては坂上忍12位、有村架純13位並びに大島優子14位、三つぐ18位でランクイン。7月にはフジテレビ系列水球ヤンキースで全国放送の連続ドラマに初出演。住宅情報館、ソフトバンク、NHK、雪印メグミルクなど各種大手企業のテレビコマーシャル起用に加え、バラエティテレビ番組への出演も数多く見せるようになった。11月には、初の写真集となるリトル・スターからカンア15からワニブックスを発売。この年には、俳優の坂上忍と並んでのベストスマイル・オブ・ザ・イヤーの受賞や、最もジュエリーが似合う著名人に贈られる日本ジュエリーベストドレッサー賞の歴代最年少での受賞などもあった。